双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町、双葉町民の皆さんへさまざまな情報を発信している双葉町情報 FM いわき発。まずは双葉町役場からの情報です。はじめにマイナンバー制度についてのお知らせです。10月から住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー個人番号が通知されます。マイナンバーは住民票を有するすべての方に一人に一つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。通知カード、マイナンバーは双葉町に登録されている避難先の住所に簡易書き留めで送付いたします。避難先に変更のある方は住民生活課戸籍係、電話 0246-84-5204 番まで届けてください。なお、避難先を登録している方については、新たに居所情報登録申請書等を提出する必要はありません。続いて、教育総務課より婦人学級生活学級についてのお知らせです。婦人学級生活学級は双葉町民の方ならどなたでも参加できる学級ですので、お気軽にご参加ください。9月8日火曜日、いわき市南すみれ婦人学級では午前11時からサポートセンター日だまりにおいて料理教室を開催いたします。9月9日水曜日、加須生活学級では午後1時30分から双葉交流広場において紙芝居教室を開催いたします。9月10日木曜日、いわき市北桜婦人学級では午前11時集合で茶房トトさんにおいて食事会を開催いたします。9月11日金曜日午前10時から双葉パークにおいて紙芝居教室を開催いたします。同じく11日金曜日、白河市ひまわり婦人学級では午前10時から南湖公園までウォーキングに出かけます。9月12日土曜日、郡山市タンポポ学級では新潟市へ現地研修に出かけます。時間に遅れないように集合してください。詳しくは教育総務課障害学習係、電話 0246-84-5210 番までお問い合わせください。おしまいに、健康福祉課からのお知らせです。国民健康保険医療費のお知らせの送付は震災後停止しておりましたが、今年度は9月と3月に双葉町国民健康保険に加入されている方の世帯主の皆様へ送付を予定しております。なお、世帯単位での作成となりますので、個別にお知らせすることはできません。このお知らせは請求書ではありませんので、手続き等は不要です。また、所得税の確定申告で医療費控除を受ける際の領収書の代わりには使用できません。このお知らせは国民健康保険で医療機関等に受診した医療費をお知らせすることにより、
健康管理への認識を深めていただくことや、医療機関等を適正に受診していただくことを目的にお送りするものです。詳しくは健康福祉課国保年金係、電話 0246-84-5205 番までお問い合わせください。以上、この時間は双葉町役場からの最新の情報をお伝えしました。続いて今週は双葉町役場健康福祉課主事の早川あかねさんにお話を伺いました。それでは今日のこの時間は双葉町役場健康福祉課主事の早川あかねさんにお話を伺います。早川さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日早川さんに伺うのは臨時福祉給付金と子育て世帯の給付金、この2つの給付金についてそれぞれ教えていただきたいと思います。給付金2つありますので、お聞きの皆さんよく聞いててくださいね。ではまずこの2つの給付金はどのような目的で支給されることになったんですか？はい、昨年4月からの、はい、消費税引き上げに伴いまして、はい、所得の低い方や子育て世帯への負担を緩和するということを目的に給付されるものです。はい、はい、ということですので、給付対象となる方がそれぞれいらっしゃるわけですが、はい、まずは臨時福祉給付金、こちらはどのような方が対象ですか？はい、平成27年度分の、はい、住民税、均等割が課税されていない方、はい、対象になります。はい、はい、そしてもう一つ、子育て世帯臨時特例給付金、ちょっと名前が長いんですけれどもね、子育て世帯臨時特例給付金はどのような方が対象になりますか？はい、平成27年6月分の、児童手当を受給される方が対象となります。はい、ということでそれぞれ対象者が違うという形に聞こえたとは思うんですが、はい、実は両方を受け取ることができる世帯っていうのはあるんでしょうか？はい、あります、はい、それぞれにですね、臨時福祉給付金として、27年度分の町民税が課税されていない方と、うん、はい、あとは平成27年6月分の児童手当を受給される方、はい、中学生以下のお子さんがいらっしゃるというような方については、はい、両方の給付が受けれる世帯という形も、うん、ありますよね。はい、それぞれの、まあ、家庭の置かれている状況によって変わってくるということですので、こちらはぜひ ね、それぞれでご確認いただきたいなと思うんですけれども、ではその給付金の支給額というのを教えていただけますか？はい、臨時福祉給付金はお一人当たり6000円になります。はい、はい、子育て世帯臨時特例給付金については、対象の児童、はい、お子さん1人につき3000円ということになります。はい、対象児童1人につき3000円ということですね。で、今2ついっぺんにお話を伺ってますので、皆さん大丈夫ですか？整理して聞いていただきたいと思うんですが、それぞれの申請方法というのもありますよね。はい、でそれぞれ申請がしなければいけない状態ですよね。そうですね、うん、はい、臨時福祉給付金につきましては、はい、この先月8月31日に、はい、第1弾として、対象と思われる方に、はい、申請書の方を、郵送しております。はい、はい、子育て世帯臨時特例給付金につきましては、6月頭にですね、はい、はい、児童手当の現況届と一緒に、うんうん、給
給付金の申請書を同封しております。はい、はい、発送時期が違いますね。そうですね、はい、まずその臨時福祉給付金については8月31日に第1弾を発送しているということですので、お手元にも届いていらっしゃる方も多くいらっしゃるでしょうね。そうですね、はいはい、じゃあ封を切っていただいて、申請書を出していただいて、よく読んでいただいて申請していただきたいですね。はい、はい、それから子育て世帯臨時特例給付金についてはもうすでに6月の頭に発送は済んでるということですね。はい、これは児童手当の現況届と一緒に、まあ、同封された形で発送してるわけですよね。はい、見落としているなんて方もいらっしゃるかもしれないですね。そうですね、うん、いるかもしれません、ね、いつもはあの現況届だけだからと思ってね、うん、パパッと見てる方もいらっしゃるかもしれませんので、よくもう一度確かめていただきたいと思います。はい、それぞれ申請期間、いつまでにお願いしますよという期間があると思うんですけれども、いかがですか。はい、はい、申請の期間はですね、臨時福祉給付金は、12月の25日金曜日までとさせていただいております。はい、子育て世帯臨時特例給付金は10月30日金曜日とさせていただいております。はい、子育て世帯臨時特例給付金の方が早いですね。そうですね、10月30日の金曜日まで、はい、そして臨時福祉給付金はクリスマスまでというふうに覚えておいていただくとね、はい、12月25日の金曜日までとなっております。まあ、今2つ同時に同時進行でね、給付金について教えていただきましたけれども、ちょっと今の放送を聞いてて質問があるんだけど、ちょっとわからなかったところがあるんだけどと思われている方もいらっしゃるかもしれません。この給付金についてお問い合わせはどちらにしたらいいでしょうか。はい、健康福祉課福祉介護係にお願いしたいと思います。はい、はい、電話番号が、0246-84-5205 になります。はい、双葉町役場健康福祉課電話0246-84-5205 番、84-5205 番です。お間違いのないようにお願いいたします。それぞれ申請期間がありますのでね、期限のあるものですのでご確認いただければと思います。はい、ということで今日のこの時間は健康福祉課主事の早川あかねさんにお話を伺いました。早川さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。